マーガレット・ベケットは、イギリスの政治家、労働党所属のダービー南選挙区、選出下院議員、2001年から2006年5月まで環境、食料、地方問題担当国務大臣を務めた。同月に行われた、地方選挙における与党労働党の敗北を受けて、行われたブレア内閣改造において、外務大臣に任命された。英国の内閣の歴史において、 女性が外務大臣に任命されたのは彼女が初めてであり、グレートアフィセス・オブ・ステートと呼ばれるイギリスの四大ポストでは二人目である。マーガレット・ジャクソンは1943年にイングランドのアシトン・アンダーラインにおいて大工の父の娘として生まれた。母はアイルランド出身のカトリック教徒であった。姉妹は後に修道女となっている。マーガレットは ノートルダム高校において教育を受け、マンチェスター科学技術大学において金属工学を専攻した。後にマンチェスターメトロポリタン大学にも在籍している。1961年にジャクソンはアソシエーテッド・エレクトリカル・インダストリーズに学生見習いとして入社した。1964年には運輸及び一般労働者同盟に加盟し、それから40年にわたり、 厚生員として登録している。1966年には会社を退社し、マンチェスター大学の実験助手として就職した。1970年に労働党の工業、問題担当職員として働き始めた。1973年に彼女は林間選挙区の労働党候補に選出された。元労働党候補を相手にした1974年2月の 総選挙においては1200差で敗北している。選挙後はジュディス・ハートの女子として勤務したが、ハロルド・ウィルソンが再度の選挙を設定したため、行われた同年10月の総選挙においては420票差で勝利を収めた。選挙の直後に彼女はジュディス・ハートの政務秘書官に任命された。1975年にはハロルド・ウィルソン首相により、 院内幹事に就任し、さらに1976年には、ジェームズ・ギャラハンにより、歳出削減に反対して辞任したジョーン・レスター、教育科学長政務次官の公認に任命された。しかし1979年の総選挙で落選し、辞任した。勝利したのは保守党候補のケネス・カー・ライルで、602票の僅差であり、林間選挙区では1935年以来の、 保守党の勝利であった。ありがとうございます。